シナククリーヘビは、波中高有林木ミヘビ各ク,クリーヘビ属に分類されるヘビ。中華人民共和国南部、ベトナム北部最大全長72.9センチメートル。胴体中央部の斜めに列になった背面の鱗の、数は17。総排室口までの覆面にある幅の広い鱗の、数は177から197。総排出口から、 後部の鱗の数は48から65ずつ。頭部に三角形の黒褐色の反紋が入る。頭部から頸部にかけても、アルファベットの逆、V 事情をした黒褐色の反紋が入る。背面の色彩は、肺褐色や褐色。14から16本の黒褐色の横縞が入り、横縞の間にも不規則に黒い反紋が入る。 小中線上に赤や大色の縦縞が入る個体もいる。覆面の色彩は単光色や白で、側面に不明瞭な褐色藩が入る個体もいる。孵化直後の幼部屋日は全長10から12センチメートル。平地から標高1000メートル以下の山地にかけて生息する。地表性だが、堆積した落ち葉に潜ることもある。夜行性だが、 昼間に活動することもある。食性は動物食で、主に爬虫類の卵を食べるが、小型爬虫類そのものも食べる。卵は殻を上あごの湾曲した歯で切断し、中に頭部を入れて食べる。繁殖形態は卵生。飼育下では1回に5個の卵を産んだ例がある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。ありがとうございます。